これでもなんか雰囲気あるじゃないですか、すごい。いいね、はい、いい匂いがするね。いい匂いしますから。すいません、お邪魔します。すいません、申し訳ないです。ホルモンうどん4つでいい？はい、はい、うん、1玉と2玉とがあるんです。1玉で、はい、1玉、はい、はい、辛さが普通、ピリ辛、激辛とあります。お尻どれですか？辛いのが大丈夫でしたらピリ辛がよく出ます。ピリ辛でお願いします、はい、私もピリで。僕もじゃあ1つ普通でお願いします。はい、わかりました、お待ちください、はい、食べたことはないですもんね、ホルモンうどんは。ない、うん、まあ、これは初めて、ぜひ食べていただきたい。お待たせしました。来ました、はい、どうぞ。来た、ピリ辛、はい、はい、じゃあピリ辛です。はい、ピリ辛で、はい、こちらが普通は、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、あららら、あ、うまそう。いただきます。結構ゴロゴロ入ってるよ。すごいっすよね。もやしとうどんとホルモンとニラかな。ニラですね。いただきます。うまい、うまい。なんかもっと濃い味かと思ったらそんなことないんじゃない？そうなんですよ、はい、うん、そうなんですよ。でホルモンがもうめちゃくちゃ新鮮なんで、うん、おいしい。うまっ。確かにホルモンうめえわ。ホルモンうまいっすよね。うまい、はい、プリプリで脂がほんと嫌じゃない。いや、そうなんですよ。さっきね、見た目だいぶインパクトありますけど、うん、全然嫌な脂じゃないんで。これ2玉の人いるんだ。これ1玉で結構量ありますね。あるよ、ありますね、1玉でも。うまい。結構な量だな。そうですね、そのはしごするプランは違うかもしれないですね、ちょっと、うんうん、食えるか。はい、気になるとか。結構お腹いっぱいになる。ここも何も進んでない。食べるのが遅いんです、シンプルに。全部食える？全部、はい。本当？これはボリュームすごいあるな。すごい、うん、なんかリアル食事ですもんね、ほんとに。そうよ、うん、なんか一口食べていっぱい喋って、うん、終わりとかじゃないですもんね。そういうの、そんな失礼なことできないでしょ、うん、いや、ほんとに、はい、本当に食事する。それにしても無言だから心配にはなってます。うん、こんな感じなんすか、いつも食えんの、うん、何を試されてるの。食えますよ。この味付けってやっぱ微妙に違うのかな、うん、いや、微妙に多分やっぱ違いますね。ここは味噌が強い。あ、美味しかった、うん、ごちそうさまでした。もっとソースっぽいとこもあるの、うん、基本的に。そうだから濃さはちょっと違います。もうちょっと濃かったりとか、うん、入り口ももうあるね、はい、結構だからうどんも柔めにするんだね、うん、柔らかいですね、うん、うん、うまい。いいんだよ、コムト。ゆっくりゆっくり食べていいよ、うん、はい、うん、早い。お腹空いてたから。うん、うわ、俺ホルモン倍欲しかったな。いや、うまいっすね、やっぱホルモンが、はい、本当にいいホルモン、新鮮なんで。ごちそうさまでした。はいよ、美味しかったです。いただきました。結構たっぷりよ。いや、たっぷりでしたね、うん、はい、仕事する量じゃない。すげえ汗かいてる。めちゃくちゃ汗かきなんで。いやいや、何に焦るんすか。いや、汗かきなんで。でも普通のやつでもこれぐらい汗かいちゃうんですよ。辛くないな。だからすっげえ汗、デコ攻めえな。熱いっすよ、デコ攻めえな。あんまないでしょ、デコ狭い。狭くて細いから、まあ、細いんでね、うん、スペースは相当小さいですよ。そうやな、はい、比率的にはすごいデコ、うん、狭いよな。あんまそのデコ狭いかどうか5分の1ぐらいだよな。いや、そうか、ここの長さと、うん、ここが倍違うよな、ここと。なんでそんな急に、ここまでのやつと、ここから下が表面で見てるから今。いやいや、その別にあんまそうっすか、うん、バランスがおかしいっすか。そうだね、デコが狭いの、顔が長いの、どっち。だからここが狭いんだよ。ここが狭くて、ここが長い。嫌だな。4倍ぐらいあるもんな。4倍ぐらい。嫌な顔じゃないですか。うん、なんでかな。でここが、いやいや、もうここだけ狭いね、こっち。ここが狭い。確かに、まあまあそうですね。で、こう、
嫌だな嫌な形だな年々そうなってきました。でも、デクも2フィンガーしかないじゃん。いや、もうちょいあるでしょ。ああダブルだね。ダブルだよ。もうちょいはあるでしょ。ダブル。2フィンガーだよ、お前。いや、もうちょいありますよ。うん、あんまりこんなまじまじ見られることないんで。行く？喋る？行こう。これでもすごい立派じゃないですか、すでになんか。すげえかっこいいね。これが全部あの奥が桜なんで。はあ、でかい石垣だね、はい、これ。でもすごいよ、これ。これね、本当にすごいですよね。うん、僕もいろいろね、営業とか行かせてもらって、いろんなお城行きますけど、ここまで立派なんてあんまないじゃないですか。うん、一個一個がすごい大きい。はい、そうなんですよね。さあ、一望できますよ、こっち側も。どうですか？ほら、西方面が一望できます。じゃあ一応こう津山の町は一応ここを中心にいろいろ建ってたりするんだ。そうですね、城下町は、まあ、城ですね。そうです、全方位見えなきゃいけないからね、城はね。行こう行こう。あれ、河本じゃないの？違う、僕ら方向がそこです。こっちです、はい、家はこっちです。そっち行くぞ。めちゃくちゃ厳しい。何してんだお前ら。厳しいな。いや、そっち今から行くだろ。いや、流さない方がいいですよ、これ。わかんない。わかんだろ。怖い。行きますよ、天井。昔ね、これだからいろんなところに建物があったんでしょうね。あっちにも広がってるから、ね。あ、じゃあどうぞ。気をつけてくださいよ。いや、これすごいな。だってこれ一個一個運んできてんだから。信じられないっすよね。すごいっすよね。昔の人ってやっぱ信じられないもん、ね。トラックとかない時代にこれ運んできて積んでんのよ。どう、間に石、ちっちゃい石入れて。どうやって作るんだよって感じですけどね。形見てこう積んでいくんだよね。信じられない。まあ、あと切り落としてもいるけどね。その当時も切り落としてるんですかね、バット。うん、これは切り落としてるよね、うん、こういう、こういう角は。これでも昔の石ですかね。うん、いや、すごいな。いや、これは確かに海外から来たらすごいなと思うよ。遺跡級よ、これ。いや、本当にそうですよね、うん、これ宿。おい、どけやろ、そっち来たろ。行ってないじゃないですか。厳しいな。近づいてない。どうした、どうした、どうした。いや、映り込みに厳しいんだよ。どうした？俺らの進行方向にスタッフがいいんだよ。それはいかんな。絶対やめた方がいいな。なんで見切れるかな。印象悪いな。そっちに歩いてるだけ。後ろに回るよ。いや、乗り遅れたんでしょ。この辺隠れてるのか。何してんだお前ら。厳しいな。やめた方がいいでしょ。後ろに回れ、カメラの。しょうがないでしょ。後ろに。しょうがないですよ。カートだ。行ってんすけどね、僕らダメだよね。僕らが追っかけてるんすけどね。いや、そうそう、その、うん、バッと上がっちゃったから乗り、あの、行き遅れたんです。しょうがないじゃないですか。うん、でも厳しいな。よくないな。ダメだよ、見切れたら。いや、そんな明確にやんなくても、うん、見切れが冷めるんだよ。いや、まあ、あるね、よくそういうカメラ振ってこう走っていくのが見えちゃったら、まあ、ちょっと冷めちゃう、ね。冷めるよね。まあ、しょうがない、ね。今それになってたってことだな。いやいや、それになってたかな。そんななってなかったですよ。トコ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 と走り出すから。あんまそんななってなかったっすよ。絶対怒った方がいいよ、お前らもロケで。絶対良くないお手本ですよ、これ。絶対良くないわ。あとは何でもいいんだけど。いや、そこ、それこそどうでもいいでしょ。見切れだけ過剰に怒る。